こんにちは。こんにちは。こちらは宮城県、川崎町の石神彫刻工房の平泉です。妻の和代です。今回の大震災には、あの川崎町はほとんど被害もありませんでした。うちの工房に関しても石んこたちが少し動いたぐらいで、そんな被害はありません。おかげさまで被害はありませんでした。今私の作っている石んこ彫刻と名付けたのは、あのいつも皆様に笑顔と癒しを届けようと思って作っているものです。今回の震災で亡くなられた方のご遺族、ご家族 の方にも、あのもうだいぶお作りしております。まあ少しでも皆さんの何か心の支えとか癒し、あるいは支えになってもらえれば、あの大したことはできませんが、少しでもお役に立てればなと思って作っております。でホームページもやっていて、ネットで販売もやっているんですけれども、これで全国の皆さんにもかなりお届けしています。でこれ4年ぐらい前に神奈川県の鎌倉の長谷寺に和み地蔵っていう大きいお地蔵様を納めました。結構人気者になっているようなので、ああ見たことあるなっていう人もいるんじゃないかなと思います。まあこれからもなんかいいものを皆さん多くの人に届けたいと思っております。はい、我が工房のホームページなんですが、石んこ、漢字で石にんこっていう石んこで検索するとすぐに出てきますので、皆さんぜひホームページも見てください。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。